来ると思ってたぜ、真島五郎。なんや、全部お見通しってわけか。伝説の情報屋ってのは本物のことやったんやな。あんたみたいな目立つ男を追えないようじゃ、こいつで飯なんか食っちゃいけねえさ。で、一応聞くが、何を調べたい？もちろんこの事件の真相や。俺をはめた黒幕がおるなら、そいつ見つけ出して叩き潰さな気が済まんからの。山が山だからな、情報量は高くつくぜ。安心せえ、珍しく金なら山ほどあるで。なんぼや。いや、今回は金では受けねえ。情報と引き換えに俺の頼みを一つ聞いてもらう。それでどうだ？うん、なんよ、その頼みっちゅんは。俺がここに移る前に仕切ってた西の河原って場所があるんだが、そこをあんたに任せたい。西の河原？西公園の便所からつながっている、まあ裏社会みたいなもんだ。俺の昔の仕事場があった場所でな、賭場から地下闘技場まで人間の欲望を満たすもんが何でも揃ってる。ほほ、面白そうなとこやないか。だが訳あって今はほったらかしになっちまってる。誰が信頼できる人間に任せてえと思ってたんだ。俺は備えに信頼できる人間ちゃうで。信頼できるかどうかはあんたが決めることじゃない、俺が決めることだ。どうだ、受けてもらえるか？俺は黒幕殴れるんなら何でも構へん。河原の管理の一つや二つお安いご用や。交渉成立だな。何や、これは。俺の仕事道具だ。こいつを使えばカムロ町中の情報が俺の元に舞い込んでくるってわけさ。さて、植松殺しの件だったな。このモニターを見てみろ。映っとるのは俺やないかい。ああ、あんたが植松組に乗り込んだ時の映像だ。こいつを巻き戻していくぞ。これは川村なんだ、あいつが。さあな、そいつは本人に聞いてみねえとわからねえ。頭の中までは映像には映らねえからな。どこ行く気だ？決まってるやろ、組に戻るんじゃ。川村のやつに話を聞かんとあかんからの。残念ながらもうそいつはカムル町にはいねえ。じゃあどこにおるんや。蒼天堀だ。蒼天堀？帰ってきてしもうたか。
つまらんやつらや。いらっしゃいませ。おう。いや。え？なあ。いや。うっそ。ああ。Yeah.
ちらまで行く。それでは。答えないの。昔と似た感じなんやな。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。何分コースにいたしましょう。あ、いや、ちょっと聞きたいことがあってな。
この男がここの常連やって聞いたんやが。ああ、川村くんですか？私、よく担当させていただいてましたよ。ほんまか？ええ、と言っても前に来たのはかれこれ1年前くらいになりますけどね。1年前、川村がうちの組に入ったのと同時期やな。ちいと事情があってそいつを探しとるんや。何でもええ、覚えとることはないか。あ、そういえば川村くん最後に店に来た日に気になることを言ってたんですよね。気になること？はい、川村くん上の雀荘でいつも麻雀をしてたんですけど、最後に店に来た日、借金が全部チャラになったって喜んでたんですよ。チャラになった？ええ、全額肩代わりしてくれる人に出会ったとかなんとか。その人と東京の神室町に行くからしばらくこの店には来れないって。借金を肩代わりしてくれる人間と神室町に？世の中にはそんないい人もいるんですね。羨ましい。他には何か覚えとらんか？結構前のことなんで、すみません。いや、助かった姉ちゃん、ありがとな。あ、それでお客さん何分コースですか？あ、あー、いや、マッサージはええわ。せっかくなんでうちのマッサージ受けてくださいよ。こんだけいろいろ話させといて何もなしですか？こっちは個人情報保護とか厳しい中でいろいろ話したっていうのに。ああ、わかったわかった。なら手っ取り早く一番短いコースで頼むわ。はーい、30分コースですね。今ならうちで一番マッサージがうまい立山が担当できますよ。ようわからんから任せるわ。はーい、ではご案内しますね。服を着替えてお待ちください。立山さん、一番のお客さんお願いします。失礼します。本日担当する立山誠です。よろしくお願いします。力加減いかがですか？じゃあ次は足つぼいきますね。ちょっと痛いかもしれませんけど、我慢できなかったら言ってくださいね。痛かったですか？そうですか？それならいいんですけど。じゃあ次は腕に行きますね。腕時計気になります？これ私の宝物なんです。もう20年ぐらいかな、ずっと大事に使ってるんです。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。古い刀ので替えがこの色しか見つからなくて。もともとのデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。
はこれ、私の命を救ってくれた人がくれたものなんです。私、実は昔精神的な原因で目が見えなかった時期があって、その人とはそんな時に出会ったんです。事件に巻き込まれた見ず知らずの私を、その人は名前も名乗らないまま命がけで守ってくれた。絶望のどん底、暗闇の中から私を救ってくれたんです。そのおかげで今は無事目も見えるようになって、結婚もして子供にも恵まれて、慌ただしいけど楽しい毎日を送れてます。あの頃はこんな未来が待ってるなんて想像もつかなかった。私今本当に幸せです。希望を捨てないで生きてきて本当に良かったなって心からそう思えるんです。でも私、その人に感謝を伝えられないまま別れてしまって、ずっと後悔してるんですよね。実はここで今こうしてマッサージしてるのもそれが理由なんです。あ、ここはその人と初めて出会った場所なんです。そしてこの蒼天堀はその人との思い出が詰まった大切な町だから、ここに住んでこの場所で昔のように待ち続けていれば、いつかもう一度会えるんじゃないかって、会って今度こそありがとうって言えるんじゃないかって思って。ああ、いけない、神経臭い話しちゃいましたね。ごめんなさい。なんでだろう、今日おしゃべりになっちゃうな。あ、今のは夫には秘密にしてるんで内緒にしといてくださいね。あ、お客さん、これうちの会員カードです。どうぞ。あの、以前どこかでお会いしましたっけ？楽になりましたか？おかげで18年ものの凝りが取れたわ。ありがとうございました。おう、なんやて？
つまらんやつらや。 それでは。